銃剣をつけた兵士のケイラ。1913年初頭、ザーベルンの路上にて。ザーベルン事件は、1913年末に、ザーベルンに駐屯していたプロイセン軍将校の、部別的発言をきっかけに生じた軍と住民の、衝突事件、またそれによって生じたドイツ帝国内における、政治的危機を言う。ザーベルンがある、エルザス州は、 ロートリンゲン州と共に、不ッ戦争以降ドイツ帝国の直轄州であり、プロイセン軍の不評連隊に古代隊が駐屯していた。事件の背景には、第二級の国民であるエルザス人への差別感情や軍国主義的、時代主張とそれに対するエルザス人の反感があった。事件の発端となった。 フォルストナー商尉1913年10月28日に、初年兵教育を担当していたギュンター・フライヘルフォン、フォルストナー少尉が、有事の際には銃剣を用いるべしという趣旨で、こう発言した。もし襲われたら、武器を用いを続けて、人情事件の前科がある新兵に対して、エルザス人を侮辱する発言をした。その際に、バッケスを一つしても構わん。 さらに本館が十丸く差し上げよう。のみならずフォルストナーは、フランス人のエージェントが、外人部隊に引き抜こうとしてくるから気をつけるようにと、好戦的な調子で警告した。ベルトホルト・フォンダイムリンク11月6日、地元紙のエルザス人と、サーベルン新聞がこの出来事を報じるに及び、翌日には、住民の中で、プロイセン軍に断固抗議する動きが出た。 エルザス・ロートリンゲンのカール・レオ・ユリウス・フォン・ベーデル総督は、エルンスト・フォン・ロイターレン隊長とベルト・フォルト・フォン、ダイム・リンク将軍に対し、フォルストナーを転任させるように要求したが、軍の名誉と対面を理由に、フォルストナーにはわずか6日間の外出禁止が言い渡されただけであった。11日に、シュトラースブルクの政府当局は公式見解を公表し、 バッケスは喧嘩好きな人間にとって一般的な名称であるとして事件を過小評価した。22日には連帯所属の兵士10人が報道機関に機密事項を漏らした容疑で逮捕された。その間、エルザス人世論の中で抗議の声が静かに広がっていた。外出禁止が解けたフォルストナー少尉が姿を現し、 指揮官の指示のもと武装した護衛に守られていたことが人々を挑発した。特にデモに参加した若者がフォルストナーに向かって繰り返しあざけりメンバーし、地元警察は止めることができなかった。ダイムリンクの指示を受けて連隊長のロイター大佐は地元政府議長のマーラーに対し警察の協力を得て秩序を回復するかさもなければ。 自分自身が措置を講じなければならなくなると勧告した。エルザス人のマーラーは住民に共感を抱いており、抗議は平和的で違法行為はないからと要求を跳ねつけた。11月28日、兵閲の前に群衆が集まった。ロイターは保証庁のシャット少尉に解散させるように命じた。シャットは保証らに戦闘準備を指示する一方、 人々に3回解散を求めた。武器で脅された人々は、兵衛の中庭を横断して、反対側の道まで追いやられ、法的裏付けがないにもかかわらず多くの人々が逮捕された。逮捕された中には、サーベルン裁判所の裁判長、2人の判事、1人の検察官がいたが、裁判所から外に出たところを、たまたま群衆に巻き込まれたのであった。 逮捕者のうち26人は石炭貯蔵室で一晩監禁された。以前フォルストナーの問題を報じた新聞社の編集室はある情報提供者の指摘を受けた兵士たちによって違法な捜査を受けた。ザーベルンが戒厳令の下に置かれた結果、軍が文民政府から権力を奪い事実上統治権を握った。デモや集会を防ぐために 機関銃を持った兵士が通りに立った。ドイツ皇帝ビルヘルム2世事件発生時、ビルヘルム2世はドナウエッスンゲンにあるフィルステンベルクコーマックスウェゴン2世の所有地で狩りをしていた。これはかなり前から予定されていたとはいえ、皇帝が事件に無関心であるという悪い印象が残った。皇后号アウグステ・ビクトリアが列車でドナウエッスンゲンに駆けつけて、 ベルリンに戻るように皇帝を説得したという噂が流れた。歴史家のボルフガングモムゼンによれば、この時点では、ビルヘルム2世は、エルザスで発生した事件が、政治に与える影響を過小評価していたという。ベーデル総督は事件を過激で違法だと報告し、事件解決のために皇帝と、個人的に話し合いたい旨願い出たが、 ビルヘルム2世はしばらく待つように回答している。まずは、シュトラースブルクの軍司令部の報告を待ってからという、ことであった。11月30日、プロイセン戦争省のエイリー・ヒフォン・ファルケンハインとダイムリンク、それに何人かの高官がドナウエス信玄に到着し、6日間に渡って会議を重ねた。ビルヘルム2世が、軍事的観点からしか意見を聞きたがっていなかった。 ようであったため、国民の怒りは増していた。無視された、帝国最小のベートマンホルベイクは、ますます圧力を受けるようになり、ようやく会議の終了間近になって参加した。会議の結果は、大部分の国民から見て、厳滅に終わった。皇帝が、軍の行為を承認し、越権行為を信ずるに足る理由はないとしたからである。ダイムリンクは、サーベルンに司令官を送り、 12月1日文民政府の権力が回復した。12月2日、サーベルンで軍事演習が実施された。その模様は通りから旅の靴屋が目撃している。靴屋は若く派手に着飾った、フォルストナーを見て笑い出し、近くにいた住民もそこに加わった。そのため、フォルストナーは自制心を失い、持っていたサーベルで靴屋を突き倒して、 靴屋の頭に重傷を負わせた。新たな攻撃によって事態はさらに激化した。軍事法廷が開かれたが、一審でフォルストナーに課されたのは、たった43日間の交流であり、上級審では一審の判決が完全に破棄された。フォルストナーは5人の武装兵に付き添われていたが、靴屋は非武装で一方的に攻撃された。それにもかかわらず、判決は、 フォルストナーの行為を自衛であるとみなした。靴屋が笑ったのが王冠を侮辱した不敬罪に問われたのである。軍の仲間内ではフォルストナーは激励を受けた。彼が暴力行為でもって軍の名誉を守ったとされたからであった。11月28日にサーベルン議会は皇帝ベートマンホルベーク・ファルケンハインに電報を送り、 市民の恣意的な逮捕に抗議した。二日後には、社会民主党の集会が三千人の参加者を集めて、ミュールハウゼンで開催され、兵士の違法行為に対して、デモを行った。決議では、エルザス州を軍事独裁下にあるとして、必要なら、ストライキに訴えてでも、現状を打破することを要求した。十二月二日、シュトラースブルクでは、 エルザスロートリンゲンの数都市の市長が軍の防政から市民を守るための手段を取ることができるよう皇帝に訴えた。憤慨の波は帝国全体へ広がった。軍のやり方に対する嫌悪感が広がっていった。社会民主党で特にそうであった。12月3日、社会民主党議長は 党の全組織に抗議集会を呼びかけ、その4日後には、ドイツの17都市で集会が開かれた。ベルリン、ブレスラウ、ケムニッツ、デュースブルク、デュッセルドルフ、エルバーフェルト、テルン、ライプツヒ、ミュールハイム、アンデアルール、ミュンヘン、ゾーリンゲン、そして、シュトラースブルクなどの都市で、社会民主党は、軍の横暴な支配に対して、 デモを実施し、ベートマン・ホルベイクとファルケンハインの辞任を要求した。サーベルン事件をきっかけに、軍国主義に反対し、帝国内のマイノリティの権利を擁護するため、市民運動が燃え上がったのである。それでも、帝国政府は軟化しなかった。ビルヘルム2世は、当分は問題を拡大させないため、12月5日、サーベルンの部隊をドナウエス信玄から一時的に、 移動するように命じた。翌日と翌々日には、兵士たちは、オーバーホーフェントビッチェの軍訓練場へと移動していった。12月11日、シュトラースブルック軍人法廷で、公然とフォルストナーの侮辱発言の正当性を主張したとして、ザーベルンの初年兵二人に対し、それぞれ三週間と六週間の公禁を宣告した。 シュトラースブルク警察は12月17日、第15軍団総司令官の求めに応じ、クローマーシュラック社製の蓄音機で記録したレコードを押収した。そのレコードには、太鼓の連打音と共に会話が記録されており、それによって、サーベルン事件で起こった出来事が明らかになった。さらに軍は、ドイツ人将校を侮辱罪で告訴した。これにより、 住民の抗議活動は収束に向かった。ドイツ帝国最小、テオバルト・フォン、ベートマン・ホルベーク・ツァーベルンでの出来事はまた、帝国議会で、激しい議論を引き起こした。中央党、社会民主党、シンポジン民党の3党は最小に対して、議会の調査を指示した。12月3日、中央党のカールハウス、シンポジン民党のローザー、 社会民主党のジャック・ペーロートの3人の議員は、それぞれの党を代表して、サーベルン事件に対する批判的な見解を改陳して、議論の火蓋を切った。ベートマン・ホルウェークは、軍の行為を取り繕って、演説を締めくくったが、一部始終を見ていた人には、彼がナーバスに震えていたのが、明らかに見て取れた。最初の後に、ファルケンハイインが、 初めて帝国議会で演説した。将校たちはただ自分の仕事を全うだけだと弁護し、報道機関は軍に影響を及ぼそうと扇動的なやり方で事件を強調していると鋭く批判した。ここにおいて議会と最小の見解の相違が明確になった。議論は翌日も続いた。ベートマンホルベークの2回目の演説は前回よりも印象は良かったが、 議会の雰囲気を好転させるには至らなかった。12月4日、帝国議会は1912年に獲得した不信任投票権を帝国史上初めて行使した。賛成293票、危険4票、反対54票で政府の行為は帝国議会の見解に沿わないとして不承認とした。なお、反対票はもっぱら保守系のグループが投じた。 ものであった。しかし、この投票は何の効果もなかった。このことは、サーベルン事件が20世紀初頭における、ドイツ帝国のパワーバランスを示す一つの例であることを物語っている。社会民主党が、不承認の責任を取って最小に辞任を要求した、時、ベートマンホルベークはそれを拒否し、自分が皇帝の信任にのみ許していることを示した。これは、 帝国憲法第15条を見れば分かっていたことである。道場によると、皇帝はその意思によって、最小を交代させることができ、帝国議会の決議に従う必要がなかった。それは、皇帝が全員権力を持って、帝国の議会化に抵抗するものであった。さらに、ベートマンホルベークは、議会の問題が政府を拘束することを拒否した。 帝国議会と政党は帝国において単に二義的な意義しか持たないとみなされたのである。12月9日、社会民主党は政府の予算を否決して最小をその職から追おうとしたが十分な賛同を得られなかった。ポーランド党がこの案に賛成したのみであった。1914年1月5日から10日までシュトラースブルクで開かれた軍事法廷で 文民警察から権限を不当に取り上げた罪を問われていたフォンロイター大佐とシャット少尉は無罪判決を受けた。裁判では確かに兵士たちの侮辱行為について謝罪したのであったが秩序を維持すべき文民政府には攻めを負わせたのである。また、1820年のプロイセンの精霊を持ち出している。それは誰もが忘れていたし適応が 帝国直轄州に及ぶかどうか疑わしいものであった。政令は文民政府が秩序の維持をなおざりにした場合、その都市にいる最も高い階級の軍人が法的権力を握らなければならないとしていた。被告人らはこの規定に従って行動したのであるから罪に問うことはできなかったのである。裁判の成り行きを興味深く見守っていた多くの 自由主義者がひどく幻滅させられた一方で、軍人の中では、判決に対する歓喜の声が広がり、まだ裁判所にいた、被告人の両名に祝福を送った。ビルヘルム2世も喜び、すぐに、ロイターに勲章を与えた。軍は強く自信に満ちた勝者として、舞台を降り、帝国における軍の不可侵性を固めることもできた。1月14日、帝国議会は、 文民権力に軍の権限を法的に規制することを目的に委員会を設ける議決をした。10日後、国民自由党議長のエルン・ストバッサーマンと中央党のマルティン・シュパーンの両者は軍事法廷の民法上の根拠を明らかにするよう政府に要求する動議を提出し可決された。ビルヘルム2世は3月19日に軍による武器使用と 国内不安の鎮圧への関与に関する規則を交付した。これにより、プロイセン軍は文民政府の担当範囲に許可なく干渉できなくなり、軍隊出動には文民政府からの事前の要求が必要とされた。この法律は、1936年1月17日に、ナチが国防軍による武器使用に関する通達をもって廃止するまで有効であった。 刑事犯罪学者のフランツフォンリストが1820年の政令の有効性に疑義を呈し帝国議会で新たな論争が始まった。ところが、1月23日にベートマンホルベークは、有効性を認め、サーベルン事件での軍の行為を正当化した。エルザス・ロートリンゲン州の地図、1905年、帝国内における、 エルザス・ロートリンゲンと他の地域の関係は目に見えて悪化した。エルザス人とロートリンゲン人はこれまでよりもドイツ軍の横暴にさらされて無力さを感じるようになった。1月14日、エルザス・ロートリンゲン議会の会はある決議でサーベルン事件にコメントした。文民政府の措置を弁護し、軍の行動とロイターの無罪判決を非難するものであった。 様々な政党に所属する衆議会議員が2月26日にシュトラースブルクでエルザスロートリンゲン防衛同盟を設立した。さらに6月16日には議会は布告を出し、今後兵役義務者は全員ドイツ帝国直轄州の外においてのみ兵役を務めるべきだとした。サーベルン事件によって人事異動も行われた。 エルザス・ロートリンゲンで二つの最も重要なポストが交代した。1月31日、エルザス・ロートリンゲン小時間は、フューゴ・フライ・ヘルツォルン・フォン・ブーラッハから、ポツダム上級評議会員のジーク・フリート・フォン・ローデルンに変わった。4月18日には、総督が、カール・フォン・ベーデルから、プロイセン内相のヨハン・フォン・ダルビッツに代わり、エルザス人を失望させた。ダルビッツは、 間違いなく、独裁国家の支持者であり、1911年に、エルザス・ロートリンゲンで認められていた憲法を拒絶した。しかし、第一次世界大戦の勃発が、ドイツ帝国とエルザス・ロートリンゲンの衝突がこれ、異常申告になる障害となった。作家ハインリヒマンの小説、進化はザーベルン事件を加工したものである。作家ウルリヒラウシャーは、行儀の良い市民をあざけっている。 オブユリースグレーションアンホズハウフェンフォアバイオネットウント、セビリエブ、マルシュ、マルシュ、ホップ、ホップ、スパイアスルーテンラウフィン、イヤーザイトドク。アレルートナンレブ、イヤーフェイチエルティヌアーウィンターコールベンストスセン、オイヒワルハーフトボールイムファーターラント、フォートット、ダイズイヒデラルトイントブロソン。 ナショデムシェンゼルバズイッヒエントマント、オイヒベルダフォーナーヒヌインナデンデアソブルルバースハン、ヤハウト、イヤーザイトデドイチェナライヒスコストラトン、フラー、ジュアイゼンブラウト、クルトツコルスキは、社会民主党の機関誌、前衛に寄せた誌の中で、フォルストナー勝尉の勇気を笑い者にした。デアヘルドフォンザバーンエインマン、ミットアイネムランゲンメッサー、ウントツバンツヒアー、アインヘルド、 アインヒーローズウンとシュックレデナッサー、ウントノフホケーンアインツィッシュシュナーバールタール、ダスステッドインザバーンズランゲンガッセンウント KR、HT ソープロン、ビアトマンダズカインドノハホラングオーネオーフシックド。ラッセン、エスイストダイアレルホックスドアイゼンバーン、ダスイストソーアイナー、ビービーアフィラブラウヘン、ERFHRT ダズコル、ウントチーフベベークトゼットマンダイザイネンタオカンナーハ。 ファインデンチーフ・イニエーデス・アブトリツ・ロア、デン・シュリス・リッシュ、マクトマン・ダベー・ザイネ・ベウテ、ウェア・ボックド。ゲビント・エイン・ロマー、シュスター・イスト・エス・ホイテ、ウント・モーゲン・イスト、エス・アイン・ウェイズン・カインド・クルーズ、イ・アール・ハット・ムート、クーラッシュ・オーダー・ベッサー、アイン・ガンザー・マン、デン・ウェアート・ズ・イヒヒ。イエマント、スティクト・イ・アール・グライク・ミット、エス・メッサー、ショーン。 ワイルデア・アンドリズイヒニヒト・ベロン・カーン事件後、軍事力の乱用あるいはより一般的に暴虐で攻撃的な行為を示す名称として、ザーベルニズム、ザバニズムという単語が英語に取り入れられた。ありがとうございます。